ウィンストン・ボールド・ウィン・スペンサーは、アンティグラバー・ブーダの政治家。首相、外務大臣、会議員、統一進歩党党首。大学卒業後、就職するとともに、労働組合活動に取り組む。1989年会議員に当選する。1992年、ベアバードに対する首相辞任を要求するストライキを、きっかけに、野党3党が合流し新党。 統一新ポトを結成し当主に就任する。1999年の下院選における与党アンティグア労働党の不正疑惑に抗議してハンガーストライキの行うとともに大規模なデモを指揮し政府から独立した選挙管理委員会を結成させることに成功した。また国営放送であるアンティグア放送事業による報道の自由を政府に認めさせた。 2004年の会員選でアップが勝利し、首相に就任した。翌2005年からは外相を兼任した。2014年の総選挙でアンティグア労働党に敗北し、6月13日をもって首相を辞任。後任はガストン・ブラウン。6月18日には外相も辞任。後任はチャールズ・フェルナンデス。ウィンストン・ボールド・ウィン・スペンサー。 caribbanelections.com、e、2021年7月8日閲覧ありがとうございます。